やっほー。ちょっと待って、カバン取ってくるわ。なんかさ、ツインってするとさ、髪の毛が少なくなった気がする。これかツイン、ポーズか。ポーズむずいね。なんでもいいけど、伸びたし、なんか量減った。なんでこんな量減ったんだろう。ついてない、抜けてんのかな。考えたよ。仕事の上の、あらららら、ね、マジで髪少ない。なんでこんな少ないんだ。もうちょっとボリュームあると思ってた、自分の髪の毛。そしたらめっちゃ少ないじゃん。ね、見てこれさ、寝てたらさ、うねうねになった。え、マジハーブティーだよね。ハーブってあれか、ハーブって星になるんだ。いや、なんかね、普通はまっすぐにしてたんだけど、これやばいでしょ。ふいちゃんだ。ちょうどいいか。いや、量が少ない。ほら、ありがとう。こんな、なんか筆みたいな感じだっけって。結婚します、こんばんは。いいじゃん、綺麗だぴょん。まだやってないの、綺麗な。終わったの。いや、筆に見える。こんばんは、ゆうべもありがとう。こんちゃんな。今日30分だけやるね。だから45分ぐらいまでやる。キュンキュンラブリー。明日さ、寒いよね。てか今日さ、寒くてびっくりした。結婚します。今日さ、ヒートテック着ればよかった。あ、ほんと。今日寒いよね。マジ
し終わってる。どうしよう、明日も寒いらしいよ。服に迷ってんだよね。それもありがとう。そうリボン、自分ありがとう。そう本当にこんな寒いと。なのにさ、授業中さクーラーついてたんだよ。意味わかんないでしょ本当に。土日寒いのかな。えそれな、暖房に戻ったよね。わかんの、雨降ってたの。そうエアコンついてたの、マジで寒かった。意味わかんなかったの。しかもさ結構薄いわけこれ。しかもさ生地が冷たいわけ。終わってた本当に。マジ何着よう。終わってるわ。それは寒いよね本当に。やだ、こんばんは。寒くて震えてた。やっぱ寒いよ最悪。通信の時暖房ついてないのかな。ついてるよねさすがに。暑いの明日。寒いって聞いたんだけど明日。暑いのかな。わかんない。そこら辺はちゃんと見ましょう。暑くなんの？今日だって最高気温22度とかでしょ。これでそんな寒、こんな寒かったらさやばいよ。半袖、それな、そうだよね。僕仕事がこの時期半袖スタートしてます。あ、ほんとかわいい、ありがとう。すごいね、そこは、最悪だな、それは。会いたくて会いたくて震える。こんちゃんなー。マジでね、寒く感じた。日曜雨？めっちゃやだ、最悪。なんでこんな曲がってるわけ本当に。意味がわからないよ。気温上がるけど朝は冷えてる。あーそういうことか。どうしよう、マジでめっちゃめんどくさい服装だね。土日は早起きかな。土日寝てた子違うよ。なんか一個の授業終わったら急にこんなことになってた。ヒートテック着てくしかない。薄いやつにヒートテック着てく。あそれかちょっと弱いヒートテック。なんかヒートテックにも段階あるじゃん。結婚します、ヒートテックにも段階があってさ。睡眠学習じゃないです。ヒートテックにも段階あって、極暖と極暖じゃないのあるじゃん。今日かわいいね、ありがとう。こんばんは。寝てないし、別に寝てないよ、寝てないよ。暑いと思う。ああヒートテック脱ぐ、確かに。まあ明日普通にあれやけど、まあ別に動かないからあれなんだけどさ。明日ね、明日ね大学休むんだよね。雨？割と早めに家には着きそうなんだよね。そう明日は仕事だからね、ちょっとおしゃれもしてかなきゃいけないと思うし、思うし、そう悩んでる。明日はねちょっと楽しみ
だからそうスメイクバッチリ、どうもありがとう。なんかあれなんだよ、終わってから学校行ってもなんか終わるか終わんないかぐらいだから、あなんか学校いなんか微妙な時間についちゃうからまあいいかなって。やばいんだけど普通に、今日練習したけど全然歌えないから、ハーブティーの力に頼るしかない。本当にありがとうクマ、あだるまもあり、本当にやばいんだって。そう喉は、喉っていうかなんか、うんありがとう。なんかね、なんだろうね、なんかいつもありがとう。なんかあのピアノ伴奏で練習しだしたんだけど、あの最初が安定しなさすぎて終わってんだよね。パッと、てかこれさ金のさギフトっていつまでなのこれ。だってさまだあるんだね、ゴールデンウィーク終わったのにね。そうハーブティーめっちゃね一回飲んだだけで結構良かった、ありがとう。人参だるまのやつさ、ゴールデンウィークだけじゃないんだねこれ。そうそう、カラオケではねうまくいくんだけどね、ピアノ伴奏のその音源が送られてきたんですけど、音源っていうかなんか参考資料みたいなの送られてきたんだけど、うーんなかなかうまくはいきませんね。だるまありがとう。ケツメイシさんのライブがあるんだ、へえ。12日もそう、わかんない、何なのかよくわかんないけど、こんばんは。だからそれで練習してるんだけどさ全然うまくできない。そうそう繰り返しやるしかないんだけどね。なんか先生にあのなんかそのハーブティーとあと鼻うがいを勧めされたから鼻うがいもやらなきゃって思って、ハーブティーと鼻うがいと歌う前は喉を温めるって歌った後は喉を冷やすって言われたから。こんばんは、いつもありがとう。カラオケだとエコーをかかるマイクじゃんか、あれすごい上手に聞こえるんだよね。おはよう。だからエコー消して練習してる。そう鼻うがい鼻うがいが大事って言われますよ。うん、確かに慣れないこと、確かにハーブティーはねかなり良かったです。普通になんかチケット買った、あそうアイシングみたいに、そうそうなんかねとりあえずハーブティーは毎日飲もうと思う。ちょっと高かったんだよね、ちょっと高いって言ってたんだけど先生も。なんか一日なんかあのあれなんだって、あのさなんていうのああいうの茶葉が入ったさやつを沈めるやつあるじゃん、あれがなんか16個ぐらい入ってって、でも高いのか分かんないっていうかあんまり買ったことないけど紅茶、そうそのティーバッグ、ティーバッグティーパックどっちの分かんないけど、それが16個ぐらい入ってて、でも1日に3から4回飲まなきゃいけないのに、
1300円、1300何円かして、ちょっと高くないかって思いながらも、高いから、いやでも聞くよ、なんかね、ダメだよそれは。ありがとう。なんかで、なんかね、蒸したりし、蒸しって5分から10分、それでなんか揚げてからもう箸でこうやってこして成分を、いやいや、そう、なんかそれが、先生がそれがないともう私はダメだって言ってたから、めっちゃいいよって言われたから言ったんだけど、え、ドアラいなくなったの。そうで、それで飲んだら確かになんかすごい良かった。なんか喉がすごい、なんかバリアがかったみたいな感じした。今日私初めて成城石井で買ったからね。そう、ハーブティーだからね、紅茶ではないかもしんない。紅茶なのか、紅茶、紅茶か。ママ曰くすごいカモミールの匂いがしたって言ってた。そう、成城石井ハーブ違う、さよ、あ、でもそれはちょっと怖いかもしれない。泣いたのは僕だった。去年のやつ見てめっちゃ頭に残ってる。弱さを見せないことがそう。ね、今日別にご機嫌とかじゃないよ、その普通ぐらい。だからだよ、 I believe。 あとあれも、爽やかな風と帰ろうってやつ、ダダ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 ってやつ、誰かが歌って、沢田さんはほら足元を見てごらん、あれがあなたの歩む道。トローチも舐めてる。ほら前を見てごらん、あれがあなたの未来。上手だったよね、あやさんは。いつまでも、いつまでも。でもね、違うの、バームクーヘンがおすすめ。仕込みすごい。じゃあなんかね、違うのよ、だってショールームで裏声でしか歌ってないもんだってね。え、続いてほしいと願っている。でも可愛いね、ありがとう。ひーちゃんのまた、歌ってもらった。違うの、歌、裏声で歌ってるから、腹から声出すの苦手じゃないけど、裏声で歌ってるから音域も広いけど。母で歌うのは地声かな、鼻歌。そう、鼻歌。何だった、あと誰が何歌ってたかな。明日は仕事。あ、どうもありがとう。あ、あと私あれも聞いてるわ、何だったっけ、なんだったっけ、あの横にゃんさんが去年起きてた、あ、歌ってたやつ。何時起き、何時起きだろう、決めてないかな。自分見失わない、だって誰も同じ歌い方してないもん。同じ歌い方なんか違うの、みんな
声が綺麗だから誰も同じ歌い方じゃないなって、同じ歌い方っていうか同じ感じにならないなって思う、うん、まあ、誰もさ同じ誰一人同じ感じの人いないけどさ、明日まあまあ朝早いです、わかんない曲かぶる人いないのかな、でも前回とかは全然かぶってないよね、可愛い格好してくの明日は、うん、歌唱力もね珍しいっしょ、何だったっけな、ヨコニャンさんネタで私プレイリストに入れたのにな、何だったかな、渋崎浩さんの歌ですよ、忘れちゃったプレイリストに入れたけど忘れちゃったよ、あさって通称だね、前髪切ろうかな、あ、わかった、これ渋崎浩さんじゃない、もしかして見る人もいる、あ、そうなの、できないけど、ララ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 ラ、これ形あるもんらしい、こんばんは、あ、でもありがとう、ね、ボイトレの先生優しいからね、本当に大好き私、あのボイトレの先生本当に優しいんだよね、優しいし、なんか親身になってくれる、ありがとね、なんかいろいろギフト、こんばんは、ありがとね、そうボイトレの先生、ゼストなんか、ゼストか、いや、ありがとう、したいと思う気持ち、あ、全然それは分からない、今日もありがとう、二度目ありがとう、誰もありがとう、はい、けこの手紙読んで花になって、俺に昼に笑って、その顔にゾクゾクして目が離せない、味見して君の毒は私の薬って、ボイトレもないです、すんげえから笑って笑えないんじゃない、笑ってあんじゃない、そうないけど、まあ頑張れって言ってくれたし頑張ります、ボイトレ先生にね、もう本当にあなたはボイトレを受けた方がいいって言ってもらったんだ、あなたはボイトレをちゃんと受けた方がいい、いろいろ知ってるね、からお願いする、部屋に咲いてる甘い苦い甘ない、ボイトレって高校時間でできるんじゃないかな、いつもいらっしゃ、あ、決められた時にしか行かないからあれだけど、レッスン中にはそうだね、ボイトレ声の出し方学ぶ、向かないでいて愛になる
美しい。こんばんは。今も青が澄んでいる。みんなには曲がって見えるでしょう。曲がって見える？あと2分で45分だって。瞳を閉じて君を描くよ。そうそうそう。曲がって見えないよね。でもこれミンミンラブリー曲がって見えなくない？ねむねむラブリー曲がって見えないよ。下手くそだ。見える人は見えるんだよ。あ、余計曲がって見えないんだ。見えません。どうもありがとう。乗らなかった。ヘマはしできない。あ、まるまるラブに流行ってるの？見えたの？できない。書いてる。頭平らなの？ドピョンピョン。ここにこうやって置くと顔長く。ベスト作って。はい。はーい、は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 ーい。めちゃくちゃ練習した。ご視聴ありがとうね。あとちょっとで45分です。制服の目申し込みました。申し込んでね、みんな。今日も可愛い、ありがとう。45分になってるって。誕生読もう。誕生読むね。 OK。 13位黒猫ありがとう。12位マイメロちゃんありがとう。11位、マスクつけたクロミちゃんありがとう。10位黒猫ありがとう。9位テニスボールありがとう。8位桃星人ありがとう。7位猫ちゃんありがとう。6位カステラありがとう。5位アマミありがとう。4位リラックマありがとう。3位あのカイヤさんアバタン型ありがとう。2位魔法少女ありがとう。1位飛行機ありがとう。ありがとうございました。いや、それでは皆さんおやすみなさーい。バイバーイ。またねー。またなー。また明日ねー。バイバーイ。またなー。おやすみー。